トべ広報に関する論争、マスコミとファンの不信感。トべの歴史とアーティスト、広報の問題、マスコミとファンの反応。信頼回復が急務。東京を拠点とするアーティストマネジメント会社トべは、日本のエンターテインメント業界で名を馳せた滝沢秀明氏によって代表されています。トべは、旧ジャニーズ事務所出身のアーティストたちを抱え、 その中でもキングプリンスへの元メンバーである平野市を、神宮寺勇太・た、岸ゆ太による新ユニット、ナンバーアイの発表で話題となりました。しかし、このアナウンスにはトベの広報に対する疑念がつきまとっており、マスコミとファンの間で不信感が高まっています。トベの歴史とアーティストたち、 トベは滝沢秀明氏によって設立されたアーティストマネジメント会社で、その所属アーティストは全員が旧ジャニーズ事務所、現在のスマイルアップ、出身です。この会社の看板と言えるのが、キングプリンス以下、キンプリの元メンバーで結成されたナンバーアイです。10月15日、トベの YouTube 生配信にて、ナンバーアイの結成が発表されました。 ファンからの歓喜の声が鳴りやまず、数々の応援メッセージが寄せられました。しかし、戸部に所属する5人の金プリメンバーが別々の道を歩むことになったことは、多くのファンにとって複雑な気持ちを呼び起こしました。その結果、戸辺の広報担当者に対する非難の声も上がりました。広報の問題、ゴール説との矛盾、戸辺の広報に対する疑念は、 特に戸部所属のアーティストたちの遺跡に関連して高まりました。旧ジャニーズ事務所を離れた平野紫洋と神宮寺ゆうたについては、戸部への合流説が多くのメディアで報じられていました。しかし、戸部の広報担当者はこれらの噂を完全に否定しました。それにもかかわらず、結局、平野と神宮寺は戸部に遺跡しました。 岸優太も同様の噂が浮上しましたが、これも同じく渡辺の広報担当者によってないと否定されましたが、最終的に戸辺に入社することを発表しました。この広報担当者は、イベント会社 W 東京出身で、以前は大手芸能プロダクションである県ごとに在籍していました。 彼は業界内で非常に注目を浴びる存在で、ジャニーズタレントとしても活動できるほどのルックスを持っていると言われています。しかし、広報としての信頼性については疑念が高まっています。マスコミとファンの反応。この広報担当者の言動に対する不信感は、マスコミ関係者とファンの両方に広がっています。 マスコミから飛べについての合流説についての問い合わせがあると、広報担当者は、無回答で通すべきであったかもしれません。しかし、後にその情報が嘘であることが明らかになると、その行動は問題視されています。現在、一部の週刊誌が飛べに対して攻撃的な記事を掲載しており、 これは広報担当者の言動が原因である可能性が高いと指摘されています。飛べはマスコミを敵に回す必要はないと考えているかもしれませんが、その姿勢がアーティストやファンにも悪影響を及ぼす可能性があると言えます。飛べ広報担当者の行動に対するマスコミとファンからの不信感が高まっています。 ゴール説に対して否定的な発言を繰り返し、後にそれが嘘であることが判明したことは、戸部のイメージに悪影響を及ぼしています。この問題が解決しない限り、戸部は広報上の信頼性を回復するのは難しいでしょう。結局、アーティストとファンにとっては、トラブルの元凶である広報担当者の行動に不満を募らせています。 マスコミとファンの不信感を解消し、トベのアーティストたちにとって明るい未来を築くために、この問題に対処することが急務です。